はい、皆さん、ございます。河村ゆきです。ふくみレディオのお時間がやってまいりました。はい、皆さん、今年のゴールデンウィークが無事終了いたしました。イエーイ。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。連休でどっかに行ったよっていう人も、ゴールデンウィークはなかったよっていう人も、普通に仕事でしたっていう方もね、さまざまなゴールデンウィークのね、過ごし方があったのではないかと思います。そのゴールデンウィークの期間中、4月29日、祝日、昭和の日に、私、パグマルセンサーのニューアルバム、ジェントルメモリーズのレコ発イベントをやっておりました。そうです。ね、御殿場リンコロにて、パグマルセンサーのレコ発イベント、大盛況のうちに、無事終了いたしました。はい、見てくれた皆様、ね、ライブ聞いてくれたオーディエンスの皆様に誠にありがとうございました。はい、今回はそのパグマルセンサーのアルバムのレコ発イベントについてお話しさせていただきたいなと思いますのでね、皆様ね、ぜひともお付き合いください。よろしくお願いします。御殿場リンコロにてね、パグマルセンサーニューアルバムジェントルメモリーズレコ発イベントが無事終了いたしました。パグマルセンサー3月にねアルバム出しました。リリースを祝してのイベントを行いましたが、一言で表すとめっちゃ楽しかったです。もうね、大好きな箱、大好きな人たち、大好きな音、もう大好きなものに包まれてて、これが楽しくないわけがないじゃないですかね。いや、めっちゃ良かったです。楽しかったです。本当にもう、満足です。はい、やっぱね、1枚のアルバムをね制作するってね、たどり着いてね、祝ってリリースされて、やっぱ祝ってくれて、なんかなかなかないですよ。って本当にもう特にこういうね。でそのイベントなんですけど、13時頃にあのリンコロ入れるよって言ったんで、そうですね、まあ僕会場に着いたのは13時半過ぎぐらいかな。そう、14時オープンからだもんで、そのオープン30分前に到着したんですが、もうすでにもう楽天使の2人がもう先に来ててサウンドチェックをしたんですよ。まあ、楽天使の二人は、御殿場という展開からやってまいりましたし、もう一番手だからね。でそのステージのセットも二人がねいろいろしてくれたんですけど、すごいんですよ。舞台の左右に銀幕、が敷いてあったりとか、銀幕って言ってもあの銀色のあのカーテンみたいなのがスピーカーの左右にちょっと敷いてあったりとか、あと羽とかテレビとか、あとライトとか、打楽器がねステージのところに散乱していて、これ楽天使のねイベントなんじゃねえかっていうぐらいの相当もう楽天使色をね全面に出してしまったっていう、だからこれ楽天使のまんまんライブじゃないよなと思ってパグマルセンサーのイベントだよなと思ったんですけど、いやもうそのぐらいもう楽天使は、楽天使って言ってもあのユーリプラス君とダイナ天国シンさんの2人組のユニットなんですけど、その2人はもうすごいもう手の込んだセットをね作り上げてて、もうこの時点でもうこれはもうこのイベントはもうすごいことが起きる感がするって思ったんですよ。で僕はまあ早めにね会場着いたわけで、そう今回 DJ もあるんで、 CDJ からあの音が出るのかどうかっていうちょっと音の調整をしたりとかして、それとまだちょっと余ってたんで、そう私ねパグマルセンサーのイベントだからパグのぬいぐるみを持ってきたんですよ。7、8個ぐらい持ってきて、それをあのリンコの会場 の, あのオブジェの一つとしてね置かせていただきました。
まあ、私も、まあ、楽天士とは別の違う気合の入れ方をしたんで、うん、まあ、このぐらいのことはねしましょうよっていうことで、はい、パグのぬいぐるみをね置いてパグマルセンサー色を出してみました。はい、うん、で14時にオープンと同時に DJ タイムが始まります。最初の DJ タイムは、まあ、茅野木さんで、次はあの私パグマルセンサー14時から15時の間という DJ タイムをやってて、2人とも、まあ、CDJ を使ってて、まあ、ちょっとね空気を温めてましたね。なるべくね、あのもうクラブみたいな踊る感じではなく、うん、まあイージーリスニング的な感じをなんか聞かせる BGM っぽいやつを、まあ、流しましたね、お互い。はい、で15時一番で楽天士のライブが始まります。あ、なんかステージ、あのユーリプラス君がなんか CDJ を操作してて、まあ、そこからなんかうわーっとしたなんかノイジーな、 なんか変な音を流してとかぶせたとで、もうライブが始まって、もうシンさんがスペースエコーを使って音を作ったりとかね、ユーリプラス君のドラムとシンさんによるギターとボーカルの哀愁の漂うような歌物を披露したりとかして、うん、でさらにはあの次の出番であるアンナさんにシンさんが聖書を手渡しして、それをアンナさんが聖書を、まあ、適当なページ開いてそれを即興で読んで、そういう即興パフォーマンスをやったんですよ。もう何でもありだなと思ってさすが楽天士だって、うん、いやもうそもそも聖書をね現場に持っていくこと自体がもうやばいなと思ってこんな見たことねえぞっていうぐらいね、って感心させられましたね、うん、なんか本当にもうすごいものを目撃した気分になりましたね、うん、本当この後の後でパクマルセンサーをライブやるんだなって、もう俺ちょっと大丈夫かなって地味すぎないかなと思いましたけど、まあ、あの楽天士はね、まあ、実はあのセットでもライブやること自体がなんかもう初めての試みだったもんで、うん、あの日のライブでもう伝説になったのではないかなと確信しておりますで、うん、その聖書を読んでいたアンナさんが次にライブをやるわけです。はい、アンナさんもあの今回のライブのために詩を書いてくれて、うん、それを読んだんですよ。でその詩がパグマルセンサーアルバムリリースおめでとう的な感じの詩で、いやもうアンナさん この日のために、ね、文章を書いてくれたんだって、いやなんか嬉しいなって思って、本当に、うん、いやなんかアンナさんのライブってなんかすごい久々に見たような感じがしたんですよ。でなんか聞いてなんかバリエーションがなんか前に比べてなんか幅広くなったような感じしました、本当に、うん、ちょっとミニマルでごつい感じからもうちょっと柔らかい感じのだったりとか、うん、なんかただ詞をじっくり聴かせるタイプの曲だったりとか、本当振り幅も広くなって、いや本当成長してるなっていやもうさすがに成長してるなって感心させられるライブでしたね、本当に。いやでそのアンナさんも楽天使から天使の翼と打楽器を授かりね降臨させてくれましたけど、うん、あそうそう、やっぱ楽天士のステージセットはもうそのままにしときました。はい、まあ、楽天士の出番終わって片付けるとあのセットだから時間もかかるし、うん、それにあの今回のイベントのためにちょっとねステージにね華やかな感じの方がいいなと思ったんで、もうあえてもう楽天士の、ね、ステージセットはもうそのままにしときました。はい、
やっぱね、パグマルセンサーのアルバムのリリースを祝してですもん。ね、花がないと。うん。ゴージャスで行きたいじゃないですか。はい。だから、もう、そのままにしておきました。はい。うん、で、パグマルの DJ が挟んで、次はミュートのオーガナイザーである、カヤノキさん。はい。ウッドベルソウルショップ。はい。ライブやって、本当に40分間のね、本当ストイックなミニマルテクノって、もう最小限のね、機材オンリーで最小限の音を鳴らすっていう天才だと私は茅野木さんのこと思ってるんで、もうウッドベルらしさが、ウッドベルショックがなんかもう全面に出してるというか、はい、気持ちよかったです。はい。ね、そうなんですよ、やっぱ。まあ、このね、ミュートはこのラジオでも散々言ったんですけど、2020年2月にミュート始まって、でその第1回目のゲストにパグマルセンサーがライブ出演したわけで、そこから4年間ぐらいね、リンコルと関わり合ったりとか、茅野木さんとも関わり合ったりとかして、茅野木さんとミュートのおかげで、まあ、こうユーリプラスとか NSG さんとかね、まあ、小沢さんとか、うん、まあ、そういった人々、静岡東部の電子音楽シーンを知ることもできたし、交流することもできたもんで、だからもう茅野木さんはもうこれ今回のイベントにふさわしい、うん、まあ、もちろんアンナさんも楽天使の2人もそうですけど、うん、やっぱミュートに参加していなかったら、やっぱこういう御殿場リンクロでパグマルセンサーのレコアツイベントなんかできるわけでもなかったし、うん、ちょっと視野が、パグマルセンサーとしてのなんか視野が狭いままで終わってったのかなと思ったし、ユーリプラスと のスカイフォンスピーカーズっていうユニットも組めなかっただろうし、もうね、やっぱ違う、やっぱね、パグマルセンサーの転機の一つになったのではないかなと思ってね、だからこうやってね、アルバムのリリースお祝いに駆けつけてくれたことは、まあ嬉しい限りですよ、本当に。うん、いや、まあそのね、茅野木さんね、40分間ストイックな雪山ドキュメンタリー的なミニマムテクノをお届けしました。はい。で次は DJ タイム、見えるものと見えないもの。はい。これはネタバレするとダイナー天国のシンさんのことです。はい。ちょっと申し訳ないですけど、その次がパグマルセンサーのライブだったもんで、ちょっとその準備にとセッティングに追われていて、正直ちょっとちゃんと聞けることはなかったんですけど、SNS で上げてる感じだと、上げたんですよね、上げてる感じだと結構ね、ほんとダイナー天国のルースと言われる感じのなんかっぽい、なんか摩訶不思議な感じの、まあ、いやこれ最後じっくり聞きたかったなとちょっと思いつつ思ってましたね、うん、そう思いつつパグマルセンサーを準備して、うん、18時からライブやりました。私、パグマルセンサー、うん。パグマルセンサーのリリースイベントだから、鳥だから、うん、1時間ぐらい、もう今夜はスペシャルだということで、盛大にやらせていただきました。はい。うん、今回は、もういつものパグマルライブ、そう、ニューアルバムから曲オンリーでやりました。はい。音源中心のライブは去年の11月のアークラ以来でございますね。うん。まあ、音源、まあ、曲、アルバムかな、曲をね、やるだけっていうのは、ちょっとあまり面白みに欠けるんで、うん、そういうマシンライブでね、機材いじくってだけっていう構成を見せられるとね、ちょっとね、あんま面白みに欠けるんじゃないかなと思ってて、うん、パグマルライブでもちょっとね、動作を加えたちょっと変わったことをちょっとね、今までね、やったことないようなことをね、やりたいなと思いまして、パグマルセンサー初の試みとして、ライブで打楽器を使いました。はい。
打楽器は、持ってきたんですよ。僕が持ってきたのは、アゴゴベル、カスタネット、鈴、うん、を持ってきて、ね、マイクを通じて、もうカンカンカンって、もう、鳴らしました。はい。で、あと、楽天市からね、ハンドベル、鉄筋をお借りしました。はい。展開に頼ってばっかりだもんで、うん。これは天からの授かしいものかなと思って、もう使わせていただきました。うん。楽器って言っていいのか分からないんですけど、犬のパペットを楽器にしました。はい。これ口だけじゃちょっとよく分かんないでしょって。うん。これ何言ってんだって思って中にパフパフっていうパフパフってあるんですけど、こういう音、こういう音が使って何か曲で取っ込むことできないかなと思って、うん、やったんですよ、うん、結構ねこの音ね結構 DJ のなんかスクラッチ音みたいな感じでいや使えるんですよ、うん、まあね、パグマルセンサーのリリースイベントだからね、もう、それだから盛大にやろうかなって思ってやらせていただきましたけどね。うん、で、最後の曲、マドレンパシーの前に、私、挨拶をしまして、うん、てか、ね、共演者の皆様とかね、うん、リンコールスタッフとか、オーディエンスの皆様にね、感謝の気持ちを述べて、ね、結構長く話したね、うん、もう7、8分ぐらい話したかな。うん、ライブ中にあんなに長く喋ったの実は初めて、うん、普段人前でねちょっとね私もね内気なものでちょっとあまり褒めたいっていう評価したいっていうことでちょっと言うのこっぱずかしくなる時あるんですけど、まあ、そういう時をねもうこのステージでねステージ上で言うと不思議なことにね、うん、全然もうそういう恥じらいもなく、うん、まあもう真っすぐな気持ちでね、うん喋れっていう、うん、一緒に踊りましょう一緒に感じ取りましょうっていう的なことを言いましたけど、うん、やっぱね俺についてこい的なね前を走っていく感じじゃなくてね一緒に何々しましょう一緒に何々してくださいっていうね横並びの姿勢でね自由なスタイルでね音楽を楽しんでほしかったもんで、はい、僕は基本まあそういうことに気を意識してこうやって音を届けているわけなんですよ、うんうん、でも今回もねそんな感じで行ったけど伝わったのかなってね、うん、ちょライブ中は思ったんですよ、うん、予定時間の19時を過ぎましたけど、うん、いいかなってでも終演後はリンコローは毎回終演後に出演者一同でね写真を撮るのがねもう恒例となっておりましてこの日も出演者一同集合写真を撮りました。それがこちらです。見てください。全員パグのぬいぐるみを持っております、ね、いいねなんかこういうのがなんかパグマルセンサーのイベントらしくってねいいなと思って、うん、我ながら思っておりますよね、うん、もうこの日はねもうほんとねこいつ好き勝手やらせていただいたんだなっていうのがね伝わってくる感じのイベントになったんじゃないかなと思って、うん、やっぱアルバム1枚作るのに結構労力とか時間とかお金とかもかかりましたもん、うんまあ、曲作りから始まって、まあ、ミックスやってマスタリングやってもう業者にデータを送ってちょっと、まあ、で CD が届いてそれを販売して宣伝してっていうそういう一連の流れがね、うん、正直ね大変なんですよ、はい、多分 CD 作った方は分かってくださると思うんですけど、うんまあ、特に、まあ、僕みたいなね、うん、本当インディの DIY 精神でもう全部ほぼ一人でやっちゃってる人間としてはね、うん、すごいね労力すごい体力を使いました、はい、でそれでだからちょっとね皆さんにちょっ
と聞いてほしいとか見てほしいとかね、楽しんでほしいっていう、そういう気持ちがね強かったんですよね、はい、もっと多くの人にちょっと知ってほしいなって、買ってほしいなって、なんかそういう気持ちがあって だからあのそのレコアツイベントをやってもう開催するようになって声かけてくれたのは、まあ、とても嬉しかったです、本当に、うん、CD もね終わった後買ってくれた人もねいましたし、うん、今日持ってくれた方もいましたし、うん、それだけでも本当に今回のイベントは大成功だったんじゃないかなと思ってて、うん、もう盛大にやりたいじゃないですか、だってあのアルバム1枚作ってなんかやりたいじゃないですか、本当にアルバム作って素通りされるっていうのはさ嫌じゃないですか、だってどんなに、ね、お世話になってる人、身内でも仲いい人でもなんか、うん、気づいてほしいじゃないですか、なんかせっかくアルバム作ったんだし、うん、知ってほしいじゃないですか、だって買ってほしいじゃないですか、聞いてほしいじゃないですか、うん、頑張ったねって言ってほしいじゃないですか、すごいって言ってもらいたいじゃないですか、うん、だから今回のイベントでもうそれがそれらがもう全て実現できた気がして、本当に正直ね私涙が出るほど美味しかったです、はい、そうやってだからねこの日はね私パグマンセンサー好き勝手やらせていただきました、本当にもう共演者のね私がね常にもう好きなミュージシャンで互いにリスペクトし合ってる中でありね、うん、共に応援してくださるね楽天使の2人、まあ、リユーリプラスとダイナー天国のシンさんとアンナさんとカヨノクさん、ありがとうございました。お疲れ様です。ライブ最高でした。はい。で、リンコロスタッフ、小沢さん、ね、小沢さんが声かけてくれたんですよね。なんか、パグマルセンサーアルバム出したから、なんかイベントやりたいなって言ったら、もう小沢さんが4月29日空いてるからどうって言ってくれたんですよね。うん。それ聞いたとき、嬉しくて、あ、やります、やりますって言いましたね。うん。でね、小沢さんも感謝です。ありがとうございます。本当にもう。ね、やっぱ聞いてくれるオーディエンスの皆様ね、やっぱオーディエンスありきで、もう演者はもう心動かされますからね。反応ありきでね、本当にもう、なんかもうオーディエンスの皆様にもね、ありがとうございました。本当にもう。ね、いやーもう、この日はね、ジェントルメモリー、優しい記憶の一つとしてね、残しておきます。はい。まあ、イベント、一覧の流れはこんな感じでした。はい。じゃあもうそうそう終わります。以上です。はい。そろそろフクビーレディオも終わりとなります。はい。今回はね、パグマルセンサーのレコアツイベントの模様をお届けいたしました。はい。この日は4月29日でゴールデンウィーク真っ只中の昭和の日で祝日でしたけど、ね、まあ、ゴールデンウィークって言ってもね、中にはね、祝日出勤でね、イベント行けなかったよ。まあ、用事があって行けなかったよ。明日仕事で行けなかったよっていう人もたくさんいたみたいですよ。ゴールデンウィークぐらいはさ、休まってくれたっていいじゃねえかよ。はい。と私は思いますけどね。ですが、私もね、地上に降臨した天使でございます。今回のイベントに行けなかった。行ったけど、もう一回あの雰囲気を味わいたいっていう方々にそこです。今回のイベントで行われたライブの模様4組ともビデオカメラで撮影しておりますので、近日ね、レコアツイベントでの全員のライブ映像をこのフクビーレコードの YouTube チャンネルで公開いたします。はいね、そのためちょっと今編集中ですのでね、皆さんね、楽しみに待ってください。もう早ければ、今週金曜日には公開できると思います。はい、4週連続にわたって公開したいなと思ってますので、今週金曜日は楽天使のライブ動画が上がると思います。はい、
楽しみに待ってください。うん、まあ、ライブ動画上げたらまあ告知しますんで、ぜひともね、よろしくお願いします。拡散の方もよろしくお願いします。はい。なので、この福見レコードの YouTube チャンネルの登録をぜひともよろしくお願いします。まあ、コメントとか、ね、グッドボタン押すだけでも、まあ、全然いいですし、まあ、だけっていうんじゃなくて、まあ、やっぱ登録をお願いします。本当にね。はい。まあ、こんな感じかな。うん。で、以上、パグマルセンサーの川村祐樹でした。ありがとうございました。失礼します。